こんにちは、バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆です。今日は購入したものが届いたので開封していきたいと思います。実況中継風の音声とともにお楽しみください。まずは箱のテープをカットしていきます。いいですよ、丁寧です。中身を眺める顔がなんとなく嬉しそうですね。何が入ってるんでしょう。この段階ではまだ予想しづらいですね。早く開けてよ。まず初めに取り出したのは、これは黒いポーチでしょうか。そうですね、置いておきましょう。続いて取り出すのは、これはなんだ、ピンマイクでしょうか。首をかしげておりますけれども、こちらも一旦置いておきましょう。そろそろ本題が来てもいいんじゃないですかね。そーっと取り出してます。おっと、落とさないでね。プチプチを、そうね、一旦置いておきましょう。こちらは何かと言いますと、じゃん、今回はですね、テュラーというマイクを買ったのでご紹介します。箱の解説を読んでいますね。早く開けて。あ、まだテープがついていた。ハサミで開けるか爪で開けるか。選ばれたのは爪でした。パッカーン。どうやらまだ保護のシートがついていますね。赤を購入したはずなんです。なるほど、スタンドがこのように動く。手のひらサイズで可愛らしいですね。箱の中から取説が出てきました。小さいせいで寄り目になっています。おっと、卑弥呼、ここで梱包をすべて戻し始めた。出た、卑弥呼の悪い癖。いやいや、緩衝材いらないのよ。全部つけた。プチプチ。なるほど、リサイクルは先にまとめておこうという。いいですよ、その試み。伝票を力強く剥がします。平らになりました。おっと、気づいたようですね。そうです、その外側もリサイクルです。中身をすべて見せてくれました。本体とピンマイクとポーチ。でもまだ本体のね、本当の部分っていうのが見えてこないんでね、ここからは写真で見ていきましょう。こちらが外の箱です。開けますと、そう、この赤が可愛くって購入を決心したんです。実はこの音声もマイクで撮ってみました。どんな風に聞こえてるかな。これから楽器の音を撮ってみるのが本当に楽しみです。それでは今日はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。バイオリン弾きの卑弥呼こと原田真帆でした。